いつもバイリンはじめチャンネルをご視聴くださいましてありがとうございますかな先生です本日はこちらのテーマガチで上手くなりたい人専用レッスンでの NG 行動5選をお話ししていきたいと思いますこのタイトル聞いてあれってかな先生あれおかしいよあれって火曜日出したよそのテーマーって思ってる人たくさんいると思いますそうなんです火曜日にですね 下手になっちゃうレッスンでの NG 行動トップ5というコント動画もう本当に3分以内ぐらいの動画を出したんですけど,すけれども実はねあの動画もともとはコントと私のトークをミックスした15分くらいの動画だったんですよ。 なんだけどなんか完成したのを見返して「いやこれ私のトークない方がライトで面白いかも」と思ってもうトーク全カットしてコントだけまとめて出したのが火曜日の動画。でね出したらやはりやはりですよコメント欄で「えこれはどうなの?」とか「なんか自分はこういうふうに思うけどこれはどうなんだ?」みたいな「先生どう思う?」みたいな「から先生どう思う?」みたいなコメントたくさんお寄せいただいてねその質問の内容っていうのが私がまさに 全カットトししたたたークで話していたことだったのもうカットしなきゃよかったと思ってもうみんなに疑問を残したままあの動画、ね、出しちゃったよってすごい後悔してもうね昼も眠れない夜も眠れない寝たけど、まあ、今回緊急で火曜日の動画の解説動画としてこのトーク上げていきたいと思います。ね、早速 えっとまあレッスンでやっちゃいけない行動と言いつつも、まあ、まあレッスンの前後とかいろいろ話を、ね、あのコントではしてるんですけれどもまずねこのレッスン前の直前練習はうまくならないよってあのコントで言ってるんです。でねこれ直前練習でうまくならないよっていうこの文体だけ見るといやいやいやって直前練習効果あるわいって私も思う私も思うよ私も思うしみんなも思うと思うんだけど、えっと、あのコントでね言いたいのはですよ 前日まで全くほぼほぼぼ練習しないのに当日だけガチ練習しても意味ないよっていうニュアンスで伝えたかったんですよ。でね過去私もねやっちまってましたそんなこともうね前日まで適当な練習してもうレッスンに出かけなきゃいけない、ね、1時間とか2時間くらい前になってなんか突然さらい出すみたいな。ねそれではうまく ならないんですよ。やっぱり自身の経験からもね。なんでかっていうと、理由ね、二つあるんですよ。えっと、また一つはですね。これは自身の経験からも断言できる。あの直前練習っていうものって、もうね、練習の目的が。その、今日のレッスンを。どう切り抜けていこうかとか。とりあえず、なんか突っかからないで、通すことによって、安心感を得たいみたいな。その、うまくなりたいっていうとは、いうのとは。 全然こう違う目的の練習なんですよね。で、もちろんね、ウォーミングアップ効果ありますよ。ね、しっかりさらっていけば。ただ、そのウォーミングアップ効果もね、寒い真冬の日だと、もうね、先生のご自宅までうん、三十分以上あるような場所に寒い日でね、行くなら、ウォーミングアップ効果そこまでそのレッスンの 成果がもう爆上がりするほどのウォーミングアップ効果はあまね期待できないと思うんですよね。やっぱ指冷たくなっちゃうし時間かかっちゃうと結局ね温めた筋肉どんどん戻っちゃうし。で、まあ、100歩譲ってレッスンに対するこうマインドを整えるっていう意味ではめちゃめちゃ価値あると思います。まああとねさっき言ったウォーミングアップ効果とか。ただ上手くなる練習ではないっていうことは意識してほしい。 でこれやっぱりはすごく強く思うんですよやっぱりね私自身も先生のレッスンの直前にガチ練していくとなんかもうとりあえず音階から曲もんでガーってやってもう先生の前でとりあえずこうなんかはったり聞かせて通せるようにしとこうみたいなでもね先生分かってるんですよね練習してないってバレちゃってるんですよねだからもう先生によく言われてましたなんか全然練習してなくて今日やっつけで 直前に練習してきただろうみたいな言われたことありますもうね何とも言えなかったなんかはいとも言えないしいいえとも言えずなんか黙ってた記憶があるんですけどであともう一つ目のもう二つ目のかもう二つ目の理由としてはですね脳の構造がそうなっているからっていうのがあるんですね、それどういう意味かっていうのをちょっとこれから説明していきたいと思いますえっと楽器の上達にはですねまあもちろん練習 これは大前提必要なんですが、睡眠っていうこともめちゃくちゃ大事なんです。なぜかというとまあ、人って睡眠をとるんですけど、その睡眠とっている時に脳の中のこの海馬っていう部分がまあ。 その昼間の情報、まあ、起きてる時の情報を整理したりとか,こうなんか整合性をチェックしてるんですってでその会話がこうチェックしているその行為を経て脳に定着する長期の記憶となるというのがあるんですよ大前提として。なので楽器の上達にはこの睡眠しっかり定着させる時間というのも必要なんです。いや私ね、実はこれ ね、もう何年も前の話だからちょっと言ってしまうんですけどやっぱあの大学時代いろんんな活動に手を出してたんです例えばまあ学校のお友達との遊びとかねアルバイトもしてたしでオーケストラの授業弦楽四重奏のグループとの練習リハーサルとかいろんなことやっててもうね 本当に申し訳ないもう本当に先生には今でも心の中で土下座をしまくってるんですけどもう本当にソロの技術をおろそかにしてたた時期がちょっっとあったんですよでもレッスンは毎週あったわけです大学の先生のレッスン。でね「のミンミンだは」とか飲んで一夜漬けしてたことあるのね練習。学校終わって帰ってきて「明日レッスンだ」ってなって夜9時から朝の6時までずっと一夜漬けして練習してレッスン行くみたいなことをやったことあるんですけどもうね 結果ボ,ロボロなんかね指動くと思いきやもう全然定着してないから練習したこと何にも入ってきてないしで同じ間違い繰り返すしで寝てないから頭も働いてないみたいな状態。なのでこのね睡眠っていうこともかななり大事なんですよねこの2つの理由から直前練習だけではうまくならないということをまあ私はね強く お伝えしたいんで,すでねここでね「ならないよならないよこれやったらダメだよ」って言うだけじゃなくてじゃあどうしたらいいかね直前の60分練習より1日10分を6日続ける。これが上達への 近道だと思いますいやそれはもちろんね1日60分を日やった方がいいよ絶対にでもやっぱり習い事でやってる人でそんなに1時間を必ず毎日取れますっていう人も多くはないと思うんですよ。ね皆さんそれぞれねお仕事もあるそれぞれ楽器以外の何かのプロでいらっしゃる方はその1時間確保することも難しい帰ってきたら寝るだけっていうこともあると思うただそのね寝る前の10分で指板をたたくだけでもいい弓順の練習するだけでもいい その10分を6日積み重ねることが大事なんだよっていうことを言いたかったのよね。あのコントで、あのおバカコントで、そう伝わんなかったよね。全然伝わんなかったよね。ということがまず一つ目でした。次、二つ目ですね。まあ遅刻キャンセル、まあこれね語る必要ないので、もうこれほぼ飛ばしていくんですけど、まあ何かやむを得ない事情以外の毎回遅刻とまあ無断キャンセルね。 無断キャンセルはもう血の涙吹き出しますもう血の涙が目からもうバーンって吹き出しちゃうくらい悲しくなっちゃうので、まあ、これはね、まあ、社会人であれば、まあ、社会人でなくてもね遅刻キャンセルはなるべくねやむを得ない事情がある場合はもちろんしょうがないなと思うんですけどそのお互いの時間を大事にするためにそこはしっかり守っていきたいポイントですねということで次いきます。3つ目自己完結する これもね伝え方によってはねすごい嫌な感じになっちゃうかなって思ったんですけどちょっとここはねあえて言わせていただきたいのがあの何かこう、まあ、レッスンでね取り組んでる時とかに「あ私あ私趣味なんでそこまで大丈夫ですそこまでしなくていいですあの」音階とかやらなくても曲だけあとこう何か取り組んでる時に「あの私ともう年だからそこまでしなくていいんです」って こうまあね会話の流れでねなることあるんですけどなんかムッとするっていうわけではないんです正直でもなんかすごいもっったいないなななて感じるのは正直なところやっぱね何かこう上手くなりたいなってこう思う時ってもうプロとかアマとか年齢とかもちろん性別も全く関係ないって私思うんですよねいやでもねもちろんあるんですよ私も。 なんかこういうことを話すときにこう常々こう話題に出してる私ジム行ってるんですけど週23回くらい行ってるんですけどまあこの中にヒップスラストっていう,こうまあお尻の筋肉まあこのお腹とか体幹で重いダンベルを持ち上げるっていうやつをやってるんです。でだから「中さんもっともっとお尻上げて」みたいな「もっともっと高く上げて」って。 トレーナーナさんに言わわれると心の中ででね思ってしまうわけですそういうきつい筋トレの時って。うーん私別にアスリートになりたいわけじゃないんだよなとかねなんか別にムキムキになるのを目指してるわけじゃないんだけどな分かってるその辺みたいなだからいいんですよこんなやんなくてとかね思ってるの実は心の中で思っちゃってんのでもさ もうみんな今画面の前で突っ込んでると思うけどそんな週23のちょっとのトレーニングでアスリートななムキムキになれるわけないしムムキキになななれるわけいいんだよ、ね、ないのよ。ね。のアスリートの人んってもっと厳しいことやってるし、ね、もう毎日さ今日は上半身の筋トレ次の日は下半身の筋トレとかさやってるじゃないですか。なので私ねそういうふうに思った時にね いや気持ちわかるなって思うのバーリーの生徒さんとかは、まあ、いろんな方のお話聞いてると。ね、でそれを踏まえてじゃあ私がなんでいや別にムキムキになりたいわけじゃないしとかアスリートになりたいわけじゃないしって思うかっていうとその時のこうきつい状況つらい状況からこう、ね、ちょっとね目をつンってそらしたいなっていうかそらしちゃう時の思いなんですよ。 そういうのってそういう気持ちってまあ、別に思うのはね。自由なんですよ。でもですね。発言しちゃうことって上達をね。阻害しちゃうんじゃないかなって私思うんです。なんか上達したいって思った時に絶対ね。しんどさって向き合わなきゃいけない時が来るんですよ。 でまあ、別にその楽譜がかんもう読めて、まあ、な,んとなんとなく弾ければいいっていう感じだったらもうそれはねそれでハッピーなんですけどやっぱり例えばこういうバイリニスみたいに弾きたいとかこの曲をものすごく綺麗に弾きたいとか、まあ、もっとねうまいって思われたいとかいろんな気持ちあるじゃないですか。やっぱで,でそういうふうになるには厳しさ辛さと向き合ってそこのハードルを超えていくっていうことがすごく大事なの。 すごく大事だなって私自分の経験からも思います。私もまあバイオリン人生その連続でした。しんどいしんどいしんどいけどあとあと10回やるあと1時間やるちょっとずつちょっとずつこうやってハードルを越えていくことでやっぱり上達したっていう経験があるからこそこうして皆さんにこうお伝えしているんですよね。でやっぱりその感情っていうのはなかなかこうコントロールが難しいんですけどでもね冷静に考えてみてほしいのがもちろんね 曲を演奏することまあ曲奏だったりとか曲の表現とか、まあ、どういうふうなキャラクターにしていこうかこういうことに感情ってある程度必要なんですよ。自分の感情ここ好きだなこの音楽好きだなとかここのメロディーすごい好きだなとか。でもね基礎の構築技術の構築ミスの修正この3つには感情は必要ないんです。お願いだから 練習と感情は分けてて考えほしいのしんどいなあやりたくないなって思ってもいやでも音階はやるもうそれはもう全く別しんどいから音階やらないじゃなくてしんどいけどでも音階はやるのは感情はいらない技術を基礎を構築していくこの作業に感情は本当にいらないのもうそこねしっかり分けて考えてほしいなこれはここでのアクションです。3つ目ねでは次 4つ目こちら楽譜に何にも書かない。